から原発あってもいいじゃんっていう人も中にはいるだろうし、そうだ戦争できるようにしとかな危ねえげっていう人もいるだろうし、でいろんな人が多種多様にいる中で、じゃあ私はどういうふうに思うかなっていう。でもなんかそのマザーテレサが愛の反対は無関心って言ったけど、知ることさえなかったら、きっかけさえもなかったら、無関心な愛な、ね、反対無関心か関心かさえも選べない。だからそれのきっかけの場を作ることがやりたいと思って、で震災直後から緊急看板内閣から直接出る団体が家の近所にあるから、そこ のメーリングとかでつながってる人がいっぱいいたから、そういう支援物資のお手伝いをしてて、あ私にできるのはその場を作ることは私はもしかしたらできると思って、でツナフェスを始めた。だから誰も無理をしないお約束に、で参加資格はあなたがあなたとしてそこにいること、本当それだけだ。大切な方の安否を不安に思いながら待って、寒い体育館で余震に耐えながら、この中、夜を過ごしていたと思います。それは、ちょうど、ね、2日前が3月11日でしたけど、今日の5年前、3月13日もまた同じことだったと思います。ここで皆さんと一緒に、3月11日のあの日に、もう一度意識をフォーカスして、そして祈りたいと思います。ちょうど2日前の3月11日の日、2時46分に多分多くの方が黙祷されたと思うんですけど、私も自宅で子供といながら黙祷しました。すると体にまるで電流が走ったように、なんかビビビってきて、あ今本当たくさんの人が同じように祈ってるって思って、祈りは必ず届きます。それでは2時46分になるところです。皆さんと1分間の黙祷をしたいと思います。周辺をね、警察に申請出して、デモ行進じゃなくて、今日歌ったさよなら原発音頭を流して、私たちは子どもの命と未来以上に大事なものはありませんっていう横断幕を持って、ずっと毎週金曜日、毎週2300円払って警察と一緒に歩いたんだけど、なんかそういうことをやりながら、自分の意識で世界はやっぱり変わるから、でそれは自分の生き方だけじゃなくて、この今日本の状況もきっと集合意識の集まりだとの現れ、うん、こうやってそれおかしくねって言ってる人たちの方が少数派っていう、だからその分母数が増えるっていうことをやっぱり続けていくことが、うん、私がやっぱできることだし、それを言ってくれるようなアーティストさんが、今回は八重さんだったりかまそうだったり、子供は未来だもんね、やっぱり八重さんの歌聞きながら自分の子供がちょうど抱いてたけど、やっぱりそのインディアじゃないけどね、この子たち今それをやっぱり選択できないからさ、子供たちは。だからその子たちが大きくなった時にもうやっぱりすごく大事な要素だと思うし、すごいからね、今のネットサウンドクラウドとか YouTube とかいろんな技でさ、一番バビロンシステムが盲点だと思うの、この心の一番内側で音楽を大好きで聴いている人たちのバイブレーションっていうのは見えてないと思うよ。なんだかいける気がします。
に愛で包む、なんか本当に大きいなんか活動するんじゃなくて、そこからもう自分の家庭が、自分と自分の周りの人がいかに幸せに生きるか、それを考えてたら調和されていくから、いい方向にしか行かないと思う。だからもっと自分を愛して、自分を好きになって、自分の大切な周りの人を愛して、当たり前の日常に感謝して、あの 3.11 の時にみんながあの時のそこの人たちはそれができなかったから、でもそれをいっぱい見せてもらったと思うから、だから ありがたいなって、毎日ありがたいなって、ありがとうって、愛してるよって生きたら世界は絶対平和になると思う。何十回とかいい感じになったもんね、今日本当に輝いとったことない、なんか空間がみんなのなんか気持ちがこう共鳴するもんね、わーって大きくなって、ちょっと金色の感じっていうか、